今ちょうど何時だもん、6時40分です。ほんと全然ダメで、ボツかなと思ったんですけど、夕方から釣り出して、いやちょっとびっくりしました。新たなちょっとポイントを見つけたって感じがします。いやいや、9寸くらいのヤマメも結構出たんで、ええ、なかなかいいと思います。ただちょっとこう熊がいそうなんですよね。なんかさっきも熊の糞、だいたい10メーターくらい先になんか熊の糞があったし、ね、ちょっと危ない感じもしますね。そんな感じです。レーダーをしまって入ります。最後でかいの出ないかなと思ってちょっとやってます。ちょっと手前からちっちゃいの出た、違うの出た、ちっちゃい。いないか、結構いいですか。いいんじゃない。それじゃなきゃ。お、あ、割れてない。割れたかと思った。割れたな。でもなんかこれもスレっぽいな。こんなすごい。すごいこれ。お、すれない。走った。すごい。なんだなんだ、でかいぞこれ。おでかいでかい。おお、すげえ。でかいのかな。面白いわ。
すげえ。でかいな、これ。よし。めっちゃ走るんだけど。よし。お、蜘蛛の巣。蜘蛛の巣かわして、頑張る。マジかい。おぉ、でかい。でかいな、これ。蜘蛛られた。よし、よし。スレか、ああスレだ。スレ？ああスレ。スレだな。よし、スレが狩りでしたね。 しかもいいサイズだ。スレで、あ、よし、おー、いい山だな。よっと、あ、綺麗。スレでしたね。見事。あ、綺麗だわ。スレだから、多分。スレだ。すげえ、スレだときつい。うわ、竿が折れそう。やべやべ。竿が折れそう。よし。おお、いいヤマメだ。スレだけど。でかいじゃん。これが26。あ、おほ、これはいいね。26、7、40。やば、なんかね、さっき またいい山でな。おう。すげえ、登る。登る登る。滝登りだ。おう。ヤマメは引くな。いい、ちょうどいいサイズ。来たです。腕にラインが絡むという。まあまあサイズだな、これ。よし、おっ、よっしゃー。
太いね。よし、太い山です。今ちょうど5時で、やばいです。ちょっと出血した。出血したんで、いや、置いとく。よいしょ。大丈夫か。止まってきたの。あ、止まったな。だんだん止まってきたように見えるんです。出血止まってきたな。うん、止まったな、これ大体。止まったら、リリースして。ちょっとこの。大丈夫だと思う。出血したイワナですけど、あ、いっちゃった。俺の股を越えていっちゃった。あ、まだいるか。まだいる？あ、いったな。したいと思います。いるかな。なんか大場所の。大場所の前後ってやっぱり狙い目なんで、休んでるところが流れてる。流れる流進のちょっと横とか、あ、いないか。流進のちょっと横とかいるいるいないか。来た。早い。早い。ヤマメです。あれ、ついに引っかかった。滑ったね。おぉ。いいヤマメ。イワナか。イワナってね。綺麗だよ。